まあ、ナオゴは結構可愛らしく返信をするので、やっと返信した時は、あ、私ついに返信しちゃったみたいな、監督さんとかに走り方変だよねって言われてチャームポイント、チャームポイント、笑顔ですね , 笑顔ですね。やっぱずっと活動してきてもコメントで絶対一個はゆなちゃんの笑顔で笑顔になれるっていうことを結構ファンの方からも言っていただくことが多いので、みんな結構明るくなるよねって言ってくださるので、そこですかね。長所は、まあ常に明るい、まあ、でポジティブ、いい意味で裏も表に出る性格だなって思ってます。で短所は顔に出やすかったりとか、態度に出やすかったりとか、なんか嫌だなって部分だったりとかが結構見抜かれやすかったりとかするので、隠してるんですけどなぜかやっぱ出ちゃう部分が短所かなって思ってます。君の星座を食べたいっていう映画がすごい好きで、浜辺美波さんがその作品を撮ってる時が多分今の私とちょうど同じくらいの年齢だと思うんですけど、君の星座を食べたいの監督さんがこう撮るたんびに浜辺美波さんの演技がどんどん上達してってみたいなことをインタビューでおっしゃっていて、でやっぱりこう映像を見ていてもどんどん表情だったりとか間の取り方だったりとか、お芝居がどんどん上達していくっていう過程を見るのもすごい好きですし、物語自体もすごい好きなので定期的に見てます。まあ、ずっと小さい頃からアイドルだったりとか、まあ、それこそドラマを見てなんかセリフを覚えて家でこう言ったりとかっていうのを本当に小さい頃からしてたらしくって、本当にその時から人前に出るお仕事をしたいって多分ちょっとは思ってて、で小6の時にお兄ちゃんが YouTube をやってるんですけど、そこに妹として最初は出演してて、踊ってみたで初めて顔を出したら、まあ本当ありがたいことに可愛いとか、なんかもう個人チャンネル開設してほしいっていうコメントだったりとかが多くて、で今お世話になってる事務所さんがスカウトしてくれて、でそこからは女優っていう夢は一回こう忘れて、知名度をまずつけようっていうになって、インフルエンサー始めて、でポップティーモデルになって、でこうちょっとずつ知名度もつき始めた頃に、まあ、今自分が一番やりたいことは何っていう、こう事務所との話とかでやっぱりお芝居がしたいっていうのをやっぱどうしてもちょっと強く思ってますっていうのを伝えて、ちょっとずつお芝居もするようになったんですけど、やっぱりお芝居をしてるとユナじゃない誰かになるっていうのってやっぱ女優さんにしかできないことだと思うので、ユナ自身で嫌なことがあったりとかしてても、やっぱり誰かに入り込んでると忘れたりとかってするのが女優さんだから味わえる感覚だったと思うので、すごいやっぱ楽しいなって思いますね。本当にやっぱり歴史深い作品なので、携われていることが本当に奇跡だと思いますし、やっぱ選んでくださったからには結果を出せるようにちょっと頑張りたいなって思います。オーディションを受かって一番最初に報告したのはやっぱりお母さんで、お母さんも本当泣くくらい喜んでくれて、で私お兄ちゃんが2人いるんですけど、もともと仮面ライダー大好きな2人で、家にフィギュアだったりとか変身のグッズ、それこそベルトもめちゃめちゃあったので、なんか本当に喜んでくれて、ユナのベルトが出たら買うねみたいな、ユナが演じるキャラクターが出たら俺買うからみたいな言ってくれて、よろしくって言って、まあお金持ちっていうのもあるのかもしれないんですけど、ゴールドの猫っていうのが結構可愛くて、変身後もセレブ感みたいな部分がすごい可愛いなって思ってて、であとは、まあ、耳がついてるんですけど、耳のここら辺に実はヘッドホンをつけてるんですよね、ナンゴが。それが今後どう関わってくるのかっていうのがをちょっと楽しみにしててほしいなって思ってます。でもやっぱり変身が今ライダーって言ったら結構やっぱかっこいい変身だと思うんですけど、結構ネオンちゃん、まあ、ナオゴは結構可愛らしく変身をするので、やっと変身した時は、あ、私ついに変身しちゃったみたいな、それこそちょっとライダーしてるよみたいな思ってて、
なんだろう、台本いただいて仮面ライダーって書いてても実感湧かないけど、ベルトをつけて、そう、仮面ライダーだっていう、こう実感がちょっとやっぱベルトって大きい存在だなってすごい思いますね。運動は平均よりちょい下くらいなんか走る姿を監督さんとかに、走り方変だよねって言われてなんか変なら、まあ、とことん変にするとか、いやでも違うよなキャラがって言って、ごめんなさいちょっと頑張りますって言って、もうそっからくらい本当に音痴なんですよ。ということで改めて星野ゆなです。1話見てくださりましたか？1話から結構内容てんこ盛りだと思うんですけど、まだまだこれからいろんなお話が出てきたりとか、各それぞれのね過去だったりとかもどん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 出てきて、もう本当にもう、わお、何新しい話が出るたびに、もう面白さが増していくと思うので、ぜひ毎週見てください。では第2話もお楽しみに。